今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。モデルで女優の七尾さんが24日ランジェリーブランドエッセンス by トリンプのイメージキャラクターに就任し、記念発表会に出席。七尾さんのランジェリーの選び方についての質問には、悪女役の時とかは割と毒々しいというか、ちょっとダークトーンのものを選んだりだったりとか、第一印象だったりとか、そういったものがすごく重要視しているところかなというふうに思いますね。見えないおしゃれにも気を抜かない七尾さんです。グラビアアイドルの橋本まなみさんが25日、スタイルアップ商品 V アップシェイパーの PR イベントに出席。この商品を開発したタレントひろみさんも同席しました。橋本さんはこの商品を実際に使用して目覚ましい効果があったとか、ステージ上で計測してもらいました。これね、老眼なんですよ近くで見たいんだけど、こう近くで見れないっていうね、この今老眼をこんだけ恨んだことありませんね。62センチ。橋本さんも結果に大喜びで、私からちょっとお礼をしたいんですけどいいですか。はい何を見させられているのかわからないですが、この商品は気になりますね。人気アイドルグループ乃木坂46の白石麻衣さんが25日、エアウィーヴ睡眠研究プロジェクト記者発表会に出席。この日睡眠に関する投稿を展開した白石さん、メンバーが寝ていると可愛いので撮っちゃうと寝顔収集家であることを告白。一番のお気に入りは生駒里奈さんだそう。その理由は、生駒ちゃんが寝てると赤ちゃんが寝ているみたいで何枚も撮っちゃうからということ。ぜひその寝顔コレクションを公開してほしいですね。俳優の藤岡弘さん、細川茂樹さん、西目俊さんが25日、仮面ライダーシリーズのゲーム仮面ライダーバドライト4創生のプレミアム発表会に出席。シリーズ45周年となる仮面ライダー、初代ライダーの藤岡さんは体当たりの演技で熱演していました。もうサイボーグみたいなもんですけどもう体中傷だらけでね、まあ、そういうものも鑑みて私の歴史が45年という歴史を背負ってるんだなということをね、改めて今日実感が感じましたね。これからもまたずっと歴史を重ねてほしい作品ですよね。フジテレビが4月4日から大型報道情報番組 Your Time あなたの時間をスタートすることが25日分かりました。司会はテレビコメンテーターとして活躍する経営コンサルタントのショーン K ことショーン・マクアードル川上氏とモデルの市川紗椰さん。番組チーフプロデューサーは、とにかく2人とも直感力がすごい、とかくニュースに染まっている私たちが見過ごしがちな本質を涼しい顔でズバッとついてくると期待を寄せています。以上、今日の芸能ニュースでした。また明日。